どうも、ナヤです。今回のテーマはこちら、じゃじゃん。正規直行関数形でベッセルの不等式の導出になります。はい、こちらはですね、前回の動画と同じように正規直行関数形を使ってまたベッセルの不等式を証明していきたいと思います。では次の動画をどうぞ。はい、ではフーリエ解析の第11章、正規直行関数形によるベッセルの不等式の導出、こちらの導出をやっていきたいと思います。シグマ k イコールマイナス無限から無限までの絶対値 CKF の2乗小なりイコール 2L 分の1インテグラルマイナス L から L までの絶対値 FX の2乗 DX です。はい、まず正規直行関数形のフーリエ級数展開の式はこちらの式でした。こちらの式の導出は、はい、こちらですね、第10章の正規直行関数形によるフーリエ級数の導出の動画、こちらをご覧ください。第 N 項までの部分和で FX ニアリーイコールシグマ K イコール0から N ベータ K UKX と近似できるとします。これですね、ラージ N 項までなんですけども、かなりこのラージ N 項がでかければでかいほどだいぶ FX に近づくことがわかりますね。なのでこれは近似できるというふうにしてみます。そしてその近似以外に FX が別の係数ガンマ K を用いて FX ニアリーイコールシグマ K イコール0からラージ N までのガンマ K UKX と表現できるとします。 FX ニアリーイコールシグマ K イコール0からラージ N までのガンマ K UKX の時、2乗誤差ですね、 FX マイナスシグマ K イコール0からラージ N までのガンマ K UKX の2乗を用いて、この式のですね、インテグラルを取ったこのインテグラルマイナス π から π までの DX のこちらですね、2乗誤差を IN の2乗として考えてみます。 IN の2乗イコールインテグラルマイナス π から π までの FX の2乗 DX マイナス2インテグラルマイナス π から π までの FX シグマ K イコール0からラージ N までのガンマ K UKX DX 足すシグマインテグラルマイナス π から π までのシグマ K イコール0からラージ N までのガンマ K UKX の2乗 DX、 これですね、ここの部分を展開してあげてそれぞれにインテグラルを分けて取りました。するとですね、この一番左側はノルムの定義を満たしているので FX のノルムの2乗です。そしてこの2番目の項と3番目の項をそれぞれ別個で考えてみたいと思います。この赤線と黄色い線の部分ですね。はい、まず赤線の部分から、ここの部分っていうものはこのシグマの部分がそれぞれですね、このように足し算で分解できますね。もちろん K イコール0からラージ N まで。このように分解してあげて、それぞれに項別積分できるとします。今後ですね、項別積分できることは認めることとします。そしてガンマ0とかガンマ1とかガンマ2っていうものは外に出してあげると、中身はですね、FX と UX の積になってますね。で、UX っていうものは0からラージ N までとなっております。はい、そしてベータ K イコールインテグラルマイナス π から π までの FX UKX DX により、次のようにですね、ここベータ0が隠れていて、ベータ1が隠れていて、ベータ2が隠れていて、でベータラージ N が隠れていてという風になって、ガンマとベータの積で表現できてますね。すると次のようにシグマ K イコール0からラージ N までのガンマ K ベータ K という風になりました。はい、したがってこのインテグラルマイナス π から π までの FX シグマ K イコール0からラージ N までのガンマ K UKX DX というものは、次のようにシグマ K イコール0からラージ N までのベータ K ガンマ K というふうに表現できました。はい、次は黄色のところですね。ここの部分というものはまた分解ができます。シグマを分解してあげます。2乗なのでですね、このように2つの括弧があって、ガンマ0 U0 からガンマラージ N、U ラージ N まで。同じく、こちらも、このようになってます。ここで、インテグラルマイナス π から π までの UMX、UNX、DX っていうものは、M と N が異なるときは0でした。M と N が一緒のときは1という数字を取りました。これはですね、クロネッカーのデルタで表現できましたね。こちらの性質により、
UX の添え字が等しい項以外は0となります。なので、次のようにですね、こうですね、ずーっとかけて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 っていうふうにやっていくんですけども、M と N が等しいところ以外は0になります。なので、めちゃくちゃこのようにかけて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 ってするといろんな項が出てくるんですけども、数字が揃っているところ以外は全部0なので、次のようにですね、ガンマ0の2乗のところは、U0 の2乗になるのではないでしょうか。その、ここですね、コード号だけ。残りはもう、0、0、0、0、0、0になるので。同じく、ガンマ1、U1 のところは、最初にかけたところは0ですね。だって、U1 と0が違うので。で、次は、はい。やっと2乗の部分が出てきます。このようにですね、ずっと、この後0、0、0となって、U2 のところも2のところだけが残ってっていうふうに続けていくと、次のようにですね、2乗の部分だけが残ります。そして、項別積分が出るというふうに、ここは認めてあげます。この式から、ここの部分でですね、全部、正規直行関数形の2乗であることから、このノルムは1ですね。したがって、ノルムの部分は1となって、ガンマだけが残ります。なので、ガンマ0の2乗足す、ガンマ1の2乗足す、点々足す、ガンマラージ N の2乗となって、シグマ K イコール0からラージ N までのガンマ K の2乗となりました。はい。なので、先ほどの式に戻ってあげて、このですね、IN の2乗ですね。2乗誤差のインテグラルを取ったやつっていうものは、はい。このようにですね、なりました。ここですね。そして、このノルムの部分はそのままなんですけども、この赤い線のところもそのままですね。そして、黄色い線の部分も、ここのままになってます。そしてですね、ちょっと工夫してあげます。この右辺見てください。ここのシグマ、K イコール0からラージ N までのベータ K の2乗っていうものを、プラスマイナスで作ってあげます。もちろんこれとこれってプラスとマイナスだから、足すと0になって左辺に戻りますよね。よくある工夫ですね。こういうことをします。はい、するとどうなるか。マイナスシグマ、K イコール0からラージ N までのベータ K の2乗っていうものはそのままに残るんですけども、ここの3つのこの部分っていうのは、このようにですね、2乗で因数分解ができます。なので、シグマ K イコール0からラージ N までの、括弧、ベータ K マイナスガンマ K の2乗となります。はい。なので、次のようにですね、IN の2乗っていうものは、FX のノルムの2乗マイナス、シグマ K イコール0からラージ N までのベータ K の2乗足す、シグマ K イコール0からラージ N までのベータ K マイナスガンマ K の2乗となります。2乗誤差の積分値っていうものは、このようになりました。IN の2乗ですね。は、次のように求めることができましたね。FX のノルムの2乗と、シグマ K イコール0からラージ N までのベータ K の2乗というものは定数なので、IN の2乗を最小にするためには、ここの部分を0にすればいいことがわかります。この IN の2乗っていうものの関数を最小にするためにはですね、もうここも定数、そしてここも定数であることから、ここの部分だけを0にすれば最小になります。したがって、ベータ K イコールガンマ K となりますね。0にするためには、ベータ K とガンマ K が等しくなればいいということです。これは適当に取った FX の近似値、シグマ K イコール0からラージ N までの、ガンマ K、UKX のガンマ K は、フーリエ係数ベータ K と一致するときが最適な近似となることがわかります。よって、ベータ K イコールガンマ K のとき、0、小なりイコール、IN の2乗というものは、イコール、FX のノルムの2乗マイナス、シグマ、K イコール0から、ラージ N までのベータ K の2乗、このようにですね、式を作ることができます。この2乗引く2乗の部分は、0以上であることから、ここにより、シグマ、K イコール0から、ラージ N までのベータ K の2乗、小なりイコール、FX のノルムの2乗となります。先ほどのこの式ですね、これっていうものは、ラージ N を無限まで極限をとっても成り立つことから、次のようにですね、このラージ N の部分を無限にしてあげました。CKF の絶対値の2乗イコール CK× の CK の共約ですね。なので CK バーとなることから、この CK というものは複素フーリエ係数ですね。これと
その強弱の部分です。このマイナスがない状態が強弱ですね。このように掛け算して、次のように E の部分をサインとコサインに直してあげます。これはオイラーの方式ですね。はい。そして、ここの式ですね。それぞれインテグラルを個別に考えてあげると、次のようになります。ここはインテグラルコサインとサインで分けてあげました。こちらもインテグラルをコサインとサインで分けてあげました。すると、プラスマイナスでですね、残りの項は一緒なので、2乗引く2乗になりますね。はい。なので、次のようになります。しかし、ここ、i がいることに注意してください。なので、2乗引く2乗になるんですけども、i の2乗はマイナス1なので、ここは足し算です。そして、4π の2乗分の1、インテグラル、マイナス π から π までの fx コサイン kx dx の2乗、足す 4π の2乗分の1、インテグラルマイナス π から π までの fx サイン kx dx の2乗ですね。そして、ここ、インテグラルの部分は、フーリエ系線に π をかけた値、πa 系と πb 系に等しくなります。ここ。πa 系になります。ここからここまでが。で、ここからここまでが πb 系になります。それの2乗であることから、はい。π の部分が約分されて、4分の1a 系の2乗足す4分の 1b 系の2乗となります。また、c のマイナス k と c のマイナス k のバーですね。これは ck のバー、ck というふうになります。複素フーリエ係数の性質ですね。なので、シグマ k イコールマイナス無限から無限までの ckf の2乗というものは、2シグマ k イコール1から無限までの ckf の2乗足す c0f の2乗となって、こうですね、ここ。k イコール0の部分は別個で考えてあげます。そして、こう2が来ているのは、マイナスとプラスの部分は折り返して2乗になるので一致するから、そのまま k イコール1から無限までの、それの2倍としてあげます。すると、先ほど4分の 1ak の2乗足す4分の 1bk の2乗っていうものは、もともとはですね、絶対値 ckf の2乗であることから、2と4分の1の部分で2分の1となって、はい、シグマの中身はこのように ak の2乗足す bk の2乗となって、c0f っていうものの2乗は4分の a0 となることからこのように出てきました。したがって、シグマ k イコールマイナス無限から無限までの ckf の絶対値の2乗イコール2分の1シグマ k イコール1から無限までの ak の2乗足す bk の2乗足す4分の a0 の2乗です。また、シグマ k イコール0からラージ n までの bk の2乗、小なりイコール fx のノルムの2乗ですね。というものは、ラージ n 矢印無限でも成り立つことから、このようにですね、シグマ k イコール0から無限までの bk の2乗、小なりイコール fx のノルムの2乗というふうに表現できました。そして、左辺のベータ k の2乗のシグマというものは、このようにですね、ベータの足し算で表現できて、それはですね、偶数と奇数の部分で分けることができます。最初のベータ0の2乗は、ちょっと別個に分けてますね。はい、このベータの 2k-1 の2乗とベータの 2k の2乗というものは、πak の2乗と πbk の2乗というふうに表現できました。そして、ベータ0の2乗というものは、2分の πa0 の2乗というふうに表現できます。したがって、ここの部分ですね。2π でくくってあげると、次のように、4分の 1a0 の2乗足す2分の 1σk イコール1から無限までの括弧 ak の2乗足す bk の2乗というふうになります。そして、この部分ですね。括弧の中が、なんと、先ほどの σk イコールマイナス無限から無限までの絶対値 ckf の2乗と等しくなっています。なので、それに 2π かけたものが、はい。ベータ系の2乗のシグマとなっております。なので、次のような式が成り立ちますね。したがって、この先ほど出した、ここの不等式っていうものは、左辺のベータ系の2乗のインテグラル k イコール0から無限までっていうものは、こうですね。この式により、シグマ k イコールマイナス無限から無限までの ckf の絶対値の2乗。そして、この 2π っていうものは、右辺に来てます。で、ノルムの定義から、
右辺っていうものは、そうですね。インテグラルマイナス π から π までの絶対値 fx の2乗 dx というふうに表現できますね。それに、ここの 2π が 2π 分の1となって右辺になることから、はい、ベッセルの不等式を導出することができました。いかがでしょうか？正規直交関数形によるベッセルの不等式の導出です。このベッセルの不等式はやっぱいろんなところでですね、フーリエ解析をやっていくと出ていくので、ぜひ、この導出をマスターして、さらにこの公式も覚えておくといいですね。では、今回は以上になります。この動画が面白かったな、ためになったなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そして応援メッセージの方をよろしくお願いします。では、最後までご視聴ありがとうございました。